昨夜、東京小平市のアパートで24歳の看護師の女性が浴槽で全裸の状態で死亡しているのが見つかりました。女性の首には絞められたような跡があり、警視庁は殺人事件として捜査しています。現場から中継です、松本さん。はい、女性の遺体が見つかったのは私の後ろにあるアパートの2階の部屋で、その部屋では午後から警視庁の現場検証が行われています。警視庁によりますと、昨日午後10時前、小平市天神町のアパートで、この部屋に住む看護師の高木理香さん24歳が、水の入ってない空の浴槽の中で、全裸で仰向けの状態で死亡しているのが見つかりました。高木さんの首には絞められたような跡があり、窒息死した可能性があるということで、警視庁は殺人事件として捜査しています。遺体発見時、高木さんの部屋は、部屋の明かりは消えていて、鍵も閉まった状態だったということです。真面目な看護師さんになられて、いい職業についてよかったなって思ってたんですよ。遠いところにちょっと勤務ができないので、ずっとそちらにいて真面目に仕事してますよっていうことでしたもんね。高木さんは一昨日の午前9時過ぎに職場を後にして以降、足取りが分かっていませんが、遺体は死後1日から2日が経っている状態だということです。また高木さんと同居していたとみられる交際相手の25歳の男性が連絡が取れないということで、警視庁は男性が何らかの事情を知っているものとみて行方を探しています。以上、中継でした。